で言うと、母親も5月なんでね。あ、そう誕生日だったんですよね、うん。ねなんで、ちょっと実家帰るかみたいなことで、うん、まあ、その日に実家帰ったんですよね、うん。うん。で、プレゼンターもネットで送ってたのよ。ああ。うん。そう。ねなんか欲しいって言ってたようなやつを送っといて、うん、で、あと、まあ、ケーキもネットで送ってたのよ。すごいんだ、今。 ネットのケーキがめっちゃちゃんとした、ちゃんと、なんていうの、名前のあるようなとこのケーキを、通販でいけんだよね。冷凍のさ。いいね。親孝行だね。そう。で、解凍しても、ビャビャビャってならない。クリームベチャベチャするみたいにならない。そりゃその懸念はあるけど、ケーキてならないの。全くその形のまま解凍されるっていうか。知りそう。 全く遜色のないまま回答されるてる、ねうん。研究されてるでしょそ,、うん、そう。で、それ送っといたから。うん、でもなんかその日空いたから、ちょっと帰るわと。電話したら、あ,あ分かったわって話になって。うん、で、明日何してんのって言ったら、妹も一応今都内で一人暮らししてんだけど、うん、帰ると。うん、うん。だから妹も実家帰るから、母親は都内に妹を迎えに来るまで行って、そのまま実家に帰って、 だから、じゃあ俺がちょっと妹を車で拾って実家に帰ればいいかと思ってそうするわってはい、はい、あ言ったの<う>じゃあ母親も分かったわみたいな感じになってで次の日のだから母親の誕生日の日の午前中に家出てさ妹の<う>家向かって。<ー>そうですよ まあ10時ぐらい午前中ので着いたんだよで家の前にいてさ「おって乗ってきてさまあ妹だねああって下やなんかもうさ「暑い」とか言って妹がねなこいつと思ってそうね冷房つけてさで実家向かってでこのなんていうの 俺が、その、自分の家の駐車場から、車乗った時点で、ゴリゴリのテクノかけてたんだよ。うん。うん。あ、岩がね。テクノをかけて、妹の家に行ってたでもずっと聞きながら行ってたから、妹の家着いた時、ゴリゴリのテクノかかってるなって、意識なかったまあまあまあ。うん。ずっとかかってたから。で、妹の家着いて、で、これ乗って、 で、しばらくしたときに妹が「ちょっとな何この曲?」っつって「ええ言い方何この曲?」って言って「ああそうか」と思ってなんか「あテクノがかかってるんだ」っつって「乗ったとき言えよ」って言ってえっ待ってそれ誰俺俺えっ怖いそうだよなそうそうそう遊園地の兄弟なんかそんな感じだよなそんな感じのしか見たことないそんな感じなんだよそう 顔全く一緒ね <laughs> そうね。<laughs> 俺が女装するとほぼ妹なんだ。妹になるもんね。そう。で、実家向かってさ。<laughs> うん、まあだから、1時間ないぐらいで実家に着くんだけど。埼玉ね。そう。うん、だから、あのー、お前ちょっとあの、お母さんに電話しとけ。 <laughs> <laughs> まあ、兄弟ね、喋り方、ね、電話してよ、おばあさんに。で、あの、駐車場が、うん、あのいつも、マンションの来客のところに置いてるから、うん、それ許可取んないといけないから言っとけ、うん、って言って。<laughs> <laughs> <laughs> で、妹が、つって、うん、あの電話したんだよ。うんはい、で、 母親と電話しててさ、妹が、あの、いついつ着くわ、みたいな。で、そしたら母親が、なんかスピーカーで話してたんだけど、何ちょっと今、稲毛屋に出ちゃったよ、って言って、スーパーの。スーパーね。うん。何それとか言ってんの。で、キャッキャ言ってて。なんかすげえ楽しそうに話してんな、と思って。で、あの、着いたら待ってて、とか母親が言ってさ、え、ちょっと早く帰ってきてよ、みたいな。できません、みたいな。母親。うん。 まあ女子のわちゃわちゃ言ってんの。うん。それ聞いてなんかさ、なんか俺と話すときと違うなと思って。母親が。うん。母親の方がね。うん。俺だったら、俺と話すときだったら、あぁ、あぁ、いついつかあるわ。って言ったら、もういなげゃ出ちゃってるよ。うんうんうん。なんでってちょっともう、午前中に着くって言ったじゃん。うん。いやだって、いつ着くとか言う、何言ってなかったんだもん。うん。って母親言うわけ。で、 言ってないけど、うん、午前中に着くって言ってんだから、午前中に買い物行くっていうのもおかしいでしょうん、うんうん。何それじゃあ午前中何もできないよじ、うん、こっちい。いや、午前中何もできないことはないでしょ。外に出れないだけで。別に家の中でできるでしょ。いや、その何これ、家の中だけって。あの、もう外出れないっても家で何してろっていうのは知らないよ。うん。基本なんかいる、家にいるじゃん。うん。 狙ったように午前中スーパー行っちゃうじゃん。うん。なんなんそれ。うん。まあうるさいんだけど。うん。こんな感じなのいやまあ、全国、そうだよね。そう。まあまあ。でも喧嘩じゃないんだよ。そういう家庭が多いんだよ。喧嘩じゃないの。男別に仲悪くないんだよ。うん。あ、なんか母親ってね、なんかこれ、妹との会話聞いて、あ、なんか母親って妹と、あの、俺で、 絡み方分けてんだって、なんかょ絡み方っていうかまあ、<laughs> うん、やっぱ息子と、うん、女と、女、やっぱ女友達みたいになるっていうもんね、娘とね。分けてんだって。ねうん、でも俺とはしょっちゅう喧嘩すんだよ、母親が。うん でも、もうすぐ仲直りするの。別にもう10分後とかに仲直りしてるぐらいの感じのスピード感。でも、妹と喧嘩したらもう超長いわけ。ああ。もうそういうことだ。もう冷戦状態みたいに上続すああ。で、どっちかがブチ切れて本気でみたいな。女子の。うん。感じになっちゃうから。そっかって思ったよね。いや、わかるよ。確かにね。そう。なんかね。うん。違いがあんだな。だから、なんか、妹が電話切ってさ、いなゃ出ちゃってるって。うん。言ったから、 いや、違う違う違う。あの、駐車場聞けって言ったじゃんって。ああ、そうだ、そうだ。なあ、お前。うん、うん。あったな、そう。仕事が。駐車場聞けって言っただろって言った。ああ、とか言って、もう一回かけてたけど。 なんか楽しくなっちゃったのね。<laughs> あ<ー>母親との電話で<う>。<laughs> 駐車場のこと聞けてた <laughs> う、ね、忘れちゃってたね。で、実家向かって運転してたら、なんか妹がそう助手席だったんだけど、うん、あの、ニンテンドースイッチって動物の森やり始めたの。うんうん、はいはいはい、うん。でもなんかすぐやめて、うん、なんか、そしたらなんか、みるみるぐったりしてきて、 な何と思って。うん、で、家着いたんだよ。うん、で、同時ぐらいに母親も家着いて、うん、で、妹がすぐ車降りてさ、うん、母親になんか、すぐさ、あの、ちょっと、とにかく俺の運転が気持ち悪いと。<laughs> <laughs> ああ,あ、そういうことか。文句言い出してさ、なん<ー>だろう。 乗ってる時言えよ、と思って。うん。うん。なんか告げ口みたいに。そう。お母さんに言うんじゃなくて。確かに俺の運転は別に荒いの。うん。だからセルシーを乗ってるやつってでも、すっごい運転丁寧な高級車運転手タイプか、ドヤンキータイプかに分けられるけど、どちらかというといわいはドヤンキータイプだね。そうそう。うん。強気ドヤンキータイプだから、その両極しかいないわけだから。そうなのかな。で、ぐったりしててさ。 で、家入って、で、まあ、なんか、あ、久々帰ってきたな、みたいな。うん、この、なんか時期が入って、帰ってなかったから、全くう、ね。そ、うん。その、実家のさ、俺の部屋行ったらさ、うん、あの、荷物置きにしたら、うん、もうなんかすごいのね。うん、全然なんか、あの、スピッ のグッズがもう部屋中ぶわーってあって、うん、で母親も俺もスピッツ好きなわけ、うん、で母親もグッズ中だからは<ー>、とにかくグッズ集めまくるみたいなタイプの人コンプリートするみたいな、T シャツからこのレコードからキーホルダータオルみたいな。 ブワーってあってさ。で、もう本当に来たのかな。もう袋に入って新品のやつとかもブワーってもうなんかあってさ。もう俺の部屋の跡形もなくなっててさ。ー。わーってなって。で、スピッツ用の知らない棚とかもなんかできてたんさ。で、スピッツ T シャツ。スピッツタオルみたいなバーって並んでて。で、スピッツキーホルダーかけててバーって。で、おばあちゃんの仏壇。スピッツ CD みたいな。ちょっと、おばあちゃんの仏壇もあるわ その流れで、うん。おばあちゃんスピッツ好きって一回も言ったことないけどそうね。<laughs> <laughs> <laughs> おばあちゃん <laughs> トラブリュが好きだったから。<laughs> 喜んでるかどうかはちょっとわかんないね、うん。なんだと思って。うんで、なんか、母親がさ、なんか、今日はちょっと。 通販で買ったフレンチのコースを妹食べるんだとか言って。はすごいんだよ。なんか一個ずつさ。通販そんなの牛フィレ肉みたいなパックされてんのとか、フォアグラあとクと黒トリュフみたいなやつとか。誕生日だから。コース料理みたいな。でもなんか、親父は牛が食えないからっって、もう俺はもう嫌だとか言って。親父ただただなんか豚肉の分厚いやつだけ用意されてた。まあまあ。 で、ケーキだけ食べようみたいな感じになって、みんなでなんか切り分けて、昼間だったんだけど、俺なんか夜仕事があったから帰って、で、ケーキだけ食べながら、なんかハリウッド映画の、なんかポケモンあったじゃん、なんか。ああ、この間やってたね、ピカチュウね。あ、ピカチュウ探偵みたいな。あれなんか撮ってあるから、ちょっと見ようみたいな感じになって。みんなで。うん部屋暗くして。 やジゅの探偵のやつを見ようって。ホームシアターだ。うん。でもなんか、さ、やっぱ、前から思ってたけど、結構リアルじゃん。あそうそうそう。そうですね。そのポケモンが。そうそう。で、なんか、あの、いろいろ出てくんだけど、なんか、すごいグレムリンみたいだなって思って、なんかその、まあ、そう悪いポケモンとか出てきて。うね。ん。で、そう。見てたら、なんかこう、終わるぐらいで、ああ、もう俺帰んなきゃいけない時間だな、みたいな感じになって。で、ちょうど終わってさ、なんか、 怖っったたなって言ったの俺は見目ポケモンもなんかリアルでって言ったら母親がなんか「いや可愛いじゃん」みたいな「ああだってああ。何かわいいじゃん」みたいなで妹も「はみたいな「うわわわ何だよ何 <laughs> いやポケモン初代リスペクトしてて海外の人もめちゃくちゃいいじゃん」みたいな「お<ー>いやでもなんかリアルな感じでなんかこのポケモンのあの可愛らしい感じとちょっと違ったよな」みたいな「うん、いや何全然いいじゃん可愛いじゃん」みたいな ねえみたいな、母親と。うん,うん。い、よねみたいな。うん、なんだよって思ってさ。<laughs> いい帰るわと思ったらの。<laughs> <あ>揉めちゃったしね。<ー>うん、帰るわっつって。で、あの、実家にさ、うちは猫のモネがいるから。はいはいはい。うん、で、ちょっと、だけ構って帰ろうと思って。うん、うん。ずっと寝てたから、なんか。ああ、猫ちゃん。うんうん、で、さあ、モネーって、触ろうとしたら、なんか、急に、シャーシャーみたいな。え だかって。なんか、いくら触ろうとしても、ひしゃーみたいな。こいつ、俺のこと忘れてやがあんな愛情注いでんのマジ撫でたら、ええぇつって噛まれて、え行ってってって。何なんだこの家って何なんだこの家は。てめの実家だよ。二度と来るかって言っの実家だよ。大変ですね。そうよ。ああ。もう二度と実家に帰ることはないとね。でもなんか本当に、 俺の岩井家のイメージはそんな感じ <laughs>、うん、<laughs> そうなんだ、うん、かるわな,<あ>なんかそういう感じなのほらほら回れよ回れってほら回れよ「の原一の